九月二日水曜日、今日の天気は雨時々止む。日本放送飯田浩二の OK、工事ッーコー,ーアップ、ーアッアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です。日本放送飯田浩二の OK、コージーアップ。この後、八時まで生放送です。 えー、今日もね、なんか有楽町日本放送の外側は結構暗いなという感じでね、今日は雨時々やむと、なんか雨がちな天気なんだねそうですね、もうあのレーダー見てみますと、雨降っている地域がすでにありまして、うんえー、降水確率、東京地方は一日を通して50%なので、雨が降ったりやんだりを繰り返しそうな、そんなお天気になりそうです今有楽町日本屋上の温度度計は24度なんです。 今湿度が95.7%蒸し暑いね。そうですね。ね さあ、あのー、今週は月曜日が8月31日で、まあ、あの、いつもだと8月31日は夏休み最後の日なんていうふうに形容されます。で、9月1日、昨日は防災の日と、えー、いうこと。で、えー、これが終わると9月2日となりまして、まあ、9月2日というとですね、まあ、とりあえず特に何もないという感じの日だったりするんですが、えー、実は、あのー、今日という日は、えー、歴史上ではあ結構重要な日でもありまして、えー、この日はですね、東京は でアメリカの戦艦ミズーリ号の上で第二次大戦、長崎の大戦の日本の降伏文書の調印式が行われた日であります。ということはですね、えー、世界史上であるいは国際法上で見るとこの日こそが、えー、終戦の日に当たると。 いうことになるわけです。もちろん、そのポツダム宣言のね、えー、受託というものはその前に、す、え、で、ー、に打電をしていて、で、それに応じての交渉というものがありましたが、えー、正式に文書として調印したのはこの人と、えー、いうことで、えー、足掛け5年にわたった詐欺の大戦、まあ、あの日米戦がですね、 完全に公式に終了したというところでありました。で、この日を境にして、以後、1951年の、9月、対日占領、講和条約の、対日講和条約の調印まで、いわゆるサンフランシスコ講和条約の、調印によって、まあ、日本の独立が回復されるというところまでは、連合国の占領下にあったということです。まあ、戦後、一貫して、この国際的な、協調の中で日本は生きていく、リベラル国、 国際主義というものの中で生きていくということでこの75年間来たわけですけれどもでここで,ですねこのあの7年8ヶ月にあたるまあ安倍政権のいろんな総括というものが出ておりましてそれを見るとまあどちらかというとですねまああの政権と距離の遠い批判的なまあ新聞などは特に外交面では変わった原首と非常に仲が良いというような、え。ー 報道は結構ありました。まあ、例えばそのアメリカのトランプ大統領だとか、ええー、あるいはトルコのエルドアン大統領だとか、ロシアのプーチン大統領だとか、権威主義的である意味の独裁主義的、孤立主義的な人と非常に仲が良いと。で、あの、今日のですね、ええー、あたりの毎日新聞のオピニオンなどでも、まあ、あの、指揮者の方がですね、ええー、安倍さんもその系譜にあるのだ、というような、ええー、書き方をしていて、ええー、と思ったんですが、というのもですね、昨日あたり、あの、 ネット上でいろんなこうね論評だとか見ていてであのツイッターのタイムラインを見てるとあの各国のこう原子から SNS で感謝の言葉が来てでそれに対してえ安倍さんがそれぞれの言葉でまあ安倍さんではなく周りのスタッフだと思いますけれどもえそれぞれの国の言葉でえあるいは英語で謝意を述べるとこういうことがあって。でその ま、各国の指導者たちがいずれも、え、世界の平和に貢献をした、あるいは、え、国際的なこう、地を,を守るという,う、人であったというような評価をしていて、なんだか国内の新聞を読んでいるのと180度違うんですね。 全く真逆の評価がされているぞというところを非常にこう驚くというかですねこんなに違ってていいのかなというふうにも思うわけであります。まああのー 国内的にはですね、まあ一番最初確かに国際的にも、高派、局、えー、そして、えー、歴史修正主義者だというような刷り込みが、まあ一部の国のキャンペーンもあってですね、えー、どことは言いませんけれども、隣の半島の南の方の国でありますが、当時のパク恵ネ政権は積極的にそういうこう、告げ口外交というものを行っていたということもあって、で、そのイメージに確かに欧米各国が、えー、最初の方は載せられていたということがありましたけれども、えー そこがですね、えー、その後、まあ、特にこう何かあ韓国に対して、えー、アプローチをするのではなく、要するに告げ口やめてくれっていうふうにね、えー、こっちは譲歩するからみたいなことを言うのではなく、えー、仕事を見せるというところで、地道にこう回復していったということがありました。でえー、2015年にはあアメリカの上下の両院合同を 会議の中で演説をすると、まあこの中で日米同盟は希望の同盟だというふうに表現をしたと、でもちろん先の対戦の反省なども含めて、でその後その2国が絆で結ばれたんだということを演説をしたわけであります。まあ,あのそう言こととさよんですねでしかもその時の政権っていうのはあの。 アメリカの政権はトランプ政権ではなくてオバマ政権だったということもこう合わせて考えるとですね、一面的な評価っていうのでいいのかと。もちろんこの、あのね、政権の評価というものは、あの、後世の歴史家たちが判断するものであろうと思いますし、ま、あの、外交の面だけでなくて、ま、経済面で言えば、昨日も話しましたけれども、消費税二度上げたっていうのは、どう考えたっておかしいだろうっていうですね、アベノミクス全部ぶち壊しちゃったと。ま、コロナだけではなくって、そこの部分でも経済は相当失速してい いたとかまあ功罪愛半ばというところはもちろんあるんですけれどもただ事実は事実として、えー、冷静に見ていかなければいけないとでなければあるいはその見出し熱狂というものに踊らされた結果、えー、世界の中で自分たちの立ち位置というものを見失ってしまったことこそが、えー、先の対戦の参加を招いたという部分はあるんじゃないかと。まあ、そここを見誤ることなく 次の政権もですね、この価値観と、普遍的な価値観というものを旗印に掲げて、自由、そして人権、あるいは法の支配という、ま、あの全ての国々が賛同できるというところをきちんと旗として掲げ,掲げつつですね、周りの国々と対していくということが必要になっていくんだろうというふうに思います。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー。ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。えー、取り上げるニュース、まずは7月の有効求人倍率は1.08倍と7ヶ月連続で低下してきました、えー。それから自民党総裁選について、新型コロナウイルスワクチンの国際的な共同購入の枠組み日本へ参加へというニュース、えー。さらにサムスンの副会長が在宅起訴されたというニュース。 そしてビデオ会議のズームの売上高が大幅に拡大したと、まあえー、アフターコロナ、ウィズコロナこれからの働き方についても聞いていきます。 今週は万葉クラブグループから施設全館で使用可能なギフト券5000円分を毎日抽選で4人の方に、合計20人の方にプレゼントしています。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。コージーアップの番組ホームページにプレゼント応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。 ここが気になる。まああの新聞の一面はですね、今日はもうあの総裁選一色とまあ、ここのところずっとそうなんですけれども、で昨日は石破さんと岸田さんがまあ、出馬の会見を行ったということもあって、まあ、そこであの少し政策についても話をしたので、まあ、それを表にして載っけてたりする新聞もあります。でまあ経済の部分を見ると、えー、岸田さんはまあ、短期的にはお金出すのも仕方ないけれども長期的には財政健全化が必要だとまああの。 いつもながらにですね、えー、とにかく国の借金を返すんだという,う主張をしていらっしゃいますであの石破さんは消費税に関しての言及もありましたけど、まあ、あの下げるのもやぶさかじゃないけどそもそもどういう税金だったかみたいな話をしていて、まあ、あの過去の言動などを見るとですね、えー、金融緩和であったりとか財政出動には非常に懐疑的な方でもいらっしゃるということがあるんで、えー、そういう面で、まあ、岸田さん にしろ石,石破さんにしろ、えー、経済政策的には引き締めの方向にこの不景気であるにもかかわらずでも、えー、引き締めが基本の路線になるのかなと思うとちょっと暗い気持ちになるわけですが、えーまああのー、一方で、ねえー、国の借金は大変だろうというような方もいっぱいいらっしゃると思いますので今日はです、ね、こんな記事を紹介したいと思います。日、えー、日本経済新聞が今日の長官のの面オオピニンン欄に、えー、フィナンシャルタイイムスイギリスのです、ね FT、という いう経済史の翻訳を載せております。で、今日はですね。珍しく東京支局長のロビンハーディングさんという方が書いた公的債務急増に臆するなという記事が出ております。これね、あの普段、日経の経済面とか総合面に書いてあることと真逆なんでびっくりするんですが。 えー、要するにですね、あのー、もうコロナ禍において、各国、経済をなんとかなんとか支えるために、えー、財政を出動っていうのはかなりやっていると。で、ところが、まあ税収は当然不景気になると落ち込むんで、その分は国債を発行する形でまなっていると。で、えー、各国のその債務というものが結構大きくなってきていて、えー、IMF によると、えー、まあ、あの、多額、 いや例えばアメリカの債務ですが、えー、GDP との比較で見ると140%ぐらいになるんじゃないかということが言われていますで、まあ、こうなってくるとですねえ、えー、じゃあ、あのー、1年の収入で借金が全部返せないなんてどういうことだと、まあ、家計に例えるとそうやって、えー、借金で首が回らなくなるみたいなことを言う人が出てくるんですがこの記事の中ではです、ねえー、公的債務の持続可能性は金利と経済成長率の両方に左右すらされるというふうに指摘しています。 例えばということで金利が2%で経済成長率が3%要するに金利の利率を上回って経済が成長している儲かっている状態だったらこれ借金があって金利はあるけれども金利以上に稼いでんだったら大丈夫でしょっていう話になるわけですよだってみんな住宅ローンをいっぱい抱えてるけれども日々あの月給があるうちはこれ大丈夫ですねって言って銀行は貸してくれるわけですから同じことですよね。であの なので、公的債務の上限を見積もるには、先々の金利がどうなるかということと、先々の成長がどうなるかということの見合いが大事だということで、でえー、そこで先々の金利と成長というものを考えていけばあの、まず成長をさせればいいと、今は金利はほぼ0%の近辺に、特に日本の場合は張り付いてますんで、成長させなきゃダメだということになっていくわけです。でえー、さらにです、ね、この公的債務そうは言っても たくさん積もってしまうとそれだけで不安を呼ぶんじゃないかというところがあるんですが、えー、IMF=、えー、国際通貨基金の元首席エコノミストのオリビエ・ブランシャールさんという人が去年ですね、えー、学術誌アメリカン・エコノミック・レビューに公的債務のコストはこれまで考えてきた、えー、考えてきたより小さいというふうに指摘をして注目を集めたというふうに記事にも書いてあります。えー、要すするるにですねあの心配しすぎることないよってわざ IMF= 国際通貨基金で、えー、首席エコノミストまで上り詰めた人がそう言っているとでこれ何を言いたいかというとあの将来の借金を心配しすぎて今必要なところにお金をかけないという方がより問題なんだと今いる人たちの生活が苦しくなってしまうと将来的にも生活苦しくなるししかもあの将来生まれるであったであろう 富だとか生まれるであったであろう人が今の不景気で、えー、亡くなってしまうということになるとこれの潜在的なリスクやコストっていうものの方が高かろうとういうことなんですね。で特ににそれはここののコロナのような、まあ、突発的に起こった えーえー、景気の下押しに関しては言えることであってここで、ですねじゃあ,あの新陳代謝だなんて言って、えー、企業が潰れるに任せてしまって果たしていいのかとそれだって20年以上繰り返して新陳代謝で経済強くなる強くなるって日本は言われ続けてきましたけど結果強くなりましたかっていうようなですねこの20年、30年の反省はぜひ、えー、総裁候補の皆さんも生かしていただきたいと思いますし、えー、我々のようなですね 小学期世代というものを二度と作らないように若者が路頭に迷うということがない社会を作っていきたいなとおつくづく思いますさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,おます、えー、暑さもおちょっと一段落という感じなのかなと 今朝、ちょっとかなりムシムシ暑かったですよ、<う>昨日涼しかったのにね、今日は雨がちなお天気で、そして蒸し暑くなると、はい、いや今も有楽町のお気温計が95.1%ってありえないですけ <laughs> <laughs> これはちょっと、これはこれで逆にね、体に応えるやなと、ねええー、今日も一つよろしくお願いいたします。 ここで番組からのお知らせです。来週9月7日月曜日からのコージーアップは特別企画です。題してコロナ、経済、外交、災害、そして日本を守れる次の総理は徹底討論コージー専門家会議 6時15分頃と30分頃にもコメンテーターが毎日生で登場ということで、6時台からほぼ2時間、ぶっ続けでコメンテーターに登場していただきます。混迷する今の日本、そして今後、さらに復興の秘策をみんなで考えます。 7日月曜日は、ジャーナリストの須田慎一郎さん。8日火曜日は、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。9日水曜日は、数量政策学者の高橋洋一さん。10日木曜日は、自由民主党参議院議員、青山茂春さん。11日金曜日は、外交評論家の宮城国子さんです。 芝の美味しいお米、コージー米の新米 5kg もドーンと100人の方にプレゼント。来週9月7日月曜日からの OK コージーアップはコロナ経済外交災害そして日本を守れる次の総理は徹底討論コー専門家会議。どうぞよろしくお願いいたします。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。では最初のニュースこちらです。 7月の有効求人倍率1.08倍7ヶ月連続で低下厚生労働省は昨日7月の有効求人倍率が1.08倍になったと発表しました前の月を0.03ポイント下回る7ヶ月連続の低下となっています えー、有効求人倍率、仕事を求めている人一人に対し企業から何人の求人があるかを示す指標ということで、まあ、仕事、これ見つけにくいのかなというのと、えー、失業率も低下してきているとそうです、ね、悪化してきていると。8月末でコロナの、はい 解雇雇い止めが5万人余りと、えーえー、先月末が、だから7月末が4万人だったので、わずか1ヶ月1万人なんですけど、はい、これ厚労省の数字で、ハローワークとかにね、はい、相談しに来てる数だけだから、実際にそうじゃない、いわゆる、うん、もう就職諦めちゃった人とかね、失、はい、職、そういうのも含めると多分相当多いだろうなってい、ね。そうですよね。これがいつまでするかちょっとまだわからない。 っていう状況なんですよただね、うん、僕ね、この雇用の問題見てるといつも思うのは、はい、なんでメディアはこんなに雇用に関心が低いんだろうか、例えば、うん、安倍政権、まあね、終わってしまいますけども、はい、これに対する評価って、まあ、いろんな記事が出てるんだけど、えー まあ、いろんな問題なの盛りかけがあったりとかね、桜の見るかいろいろあったし、まあそれ以外にもその安全保障法制とかね、はい、いろんなことがあったんだけど、はい、実は雇用がこの間、一貫して回復してたってことを、ね、評価してるメディアは極めて少ないっていうね。うもうね今朝、ある記事読んでて、なるほどなと思ったのは、はい 97年以降、つまり、その、いわゆる平成不況が始まって以降で、就職氷河期を生まなかった政権は安倍政権だけだったっ、ね。<ー>第二次安倍政権ですね。就職氷河期を生ま生まなかった。 そうか、それ以外の政権はどっかでっ、そうそう、必ず、うん、リーマン・ショックの時はね、民主党政権だったですからね、そう,そうでしたよね、ねその時も本当、新卒苦しいんだ。そうなんですよね、実際、大学の先生とかのね、はい、いろんな話を見てると、ほとんど全員がまあ、ね、卒業生の就職が良くなったということをおっしゃってるわけで、ここはね、もうちょっと評価していいんじゃないかなと、なんでメディアが関心低いのかっていうと、まあ、いろんな説があるんですけど、はい えー、メディアの人は給料がいいからだしかも全員ねその正規雇用の正社員でね、はい、っていうねそういうところでなんとなくこうそういうものには興味がなくてどっちかっていうと安全保障とか憲法とかね、うん、そういうなんとなくこう飛び道具的なものに当たると興味を持ってしまうっていうちょっとしたこう偏りがあるんじゃないかなとだからなんだかんだ言ってやっぱね景気が良くて雇用が、はい 生まれれば政権支持が高くなるんですよ、うん、でも今回のコロナなんかね、えー、まさにそうで、はい、逆に言うと別に安倍政権もこ失敗したとは思ってないんだけど、うん、やっぱり不安がこう社会に広まると。はい でどうもなんかコロナが収まらないってなると急に政権支持率がたんと落ちるっていうね、うんなんかもはや政策やリーダーシップとかっていうところではない、はい、なんかある種の社会に対する不安とか安心みたいなところのブレがあ,<ー>ある意味、政権支持率の工の、ね、定を生んでるんじゃないかなって気も若干しなくもないんですよね、まあそこまで言い切っちゃうとね、じゃあ政治の役割はなんなのかっていう、はい、<laughs> 根本的な問題にいっちゃうんだけどでも確かに経済って言葉はもともと形成催眠ね。ね あの民を救うという意味があるから。うん、その安心を こう提供するという意味では、うん、まさにそのツールとなるわけですよ、ね、そうなんですよね。うん、で、メディアってほら、もうテレビのコメンテーターもそうなんだけど、日頃から、ね、庶民の代弁とか言ってるんだから、はい、じゃあ、庶民が求めてるもの、何なのかって、もうちょっと見極めたほうがいいんじゃないかと、うん、代弁、代弁って言ってる間にね、憲法や安全保障ばっか言ってるのはどうなのかっていうね、はい、そんなことに庶民は関心ないんですよ、本当は。うん、本当で、それをこう、うん、さらに進めるとその、安倍政権の支持が、特に若者が多かったということで、 若者の受け入れかなんていうふうに言われましたけどこれ本当はその経済だとか <laughs> 雇用の問題が大きいですよねだと思いますよちゃんと就職できるってそれは幸せな話だと思うそうなんですよね,ねそこを全く感化して、ね、受け入れかって言葉で片付けちゃうやっぱりかなりちょっとあの偏ってるかなと思いますよね横手新業アナウンサーが激しく頷いてます <laughs> 新業さんは2010年入社なので就職活動してたのはだいたい2013、うん 年14年まだそのそうだよねやはり2012年ですからね、うん、そうですね始まりたてぐらいでしたよねアウェノミックスっていうよりはリーマンショック引きずって,て、うん、ちょっとまだ引きずってましたね、うん、あの頃はね、うんえー、まずは7月の有効求人倍率の大ニュースでしたおはようニュースネットワークでは取り上げるニュースこちらです 自民党総裁選、岸田政調会長と石破元幹事長が立候補を表明。この度行われます自民党の総裁選挙に、正式に立候補することを表明いたしますこの度行われます自由民主党総裁選挙、同志の皆様方のご推挙をいただいて、立候補する。 安倍総理大臣の後任を選ぶ自民党総裁選挙お聞きいただきましたのは昨日立候補を表明した岸田政調会長と石破茂元幹事長の記者会見からのコメントでした 自民党では昨日、今回の総裁選について、党大会は開かず、両院議員総会での会員方式で選出することを決定、菅官房長官は今日にも立候補を表明すると見られております。ということで、構図が菅、岸田、石破、三氏立つという形なんだろうということが、まあ、事実上決定した。そういういことですね。まあ、 これね、あのー、<え>まあ、自民党の総裁選がイコール日本の首相を選ぶのとほぼ同じって。 っていう状況って、ええええ、まさに55年体制の時の自民党、社会党の、ね、あの時代と全く同じで,、はいうん、でそうするとねじゃあ総裁をどう選ぶのかっていうのがそこに民主主義的な、ね、手続きが必要かどうかっていうのが結構議論になっててそれで昨日届、おととい青年局長の自民党の小林文明議員とかが党員投票に背負ってかなり迫ったんだけど部、まあ、はそれを跳ねねけてってっいう、ね、ね小泉環境大臣が乱入してみたいなことが報道されたりしてますね。まあ過去の この事例を見てると必ずしもすべて党員投票しているわけではないので、はい、特に今回のようにその、まあ、安倍政権の,、ね、その引き継ぎというか、うん、継承みたいなことでしかも残り任期1年ってことだと、まあ、党員投票じゃなくてとっとと議員総会で決めちゃおうっていうのはありえない話じゃないんですよね。はいで,まあ、でも本来的な民主的主手続きだとこう党員投票って話になるのかもしれないんだけどこれも、ね、自民党党員って一体何なのかっていう根本的な問題があって。これ、はい えーとね、平成の初めぐらいには500万人以上いてすごい大人数だったんですよん今ね、ええええ、100万人ぐらいこれでも戻った方で、はい、民主党政権ぐらいの、ね、一番自民党がダメだった頃は70万人台だったって言われてるんですよね、はい、でも実際これなんでこんなに減ってるのかっていうと、はい、多分かつていた大半の党員は、うん、いわゆるその自民党が昔保守基盤 ね、あの地方の保守基盤を中心にした時代の農協とかね、医師会とか郵便局長会とか、はい、あるいは建設業界ですよね、保険<ー>業界とか、その辺の組織票の党員が大半だったんじゃないかなと。ところが今、自民党ってね、もはや自民あの地方の保守基盤ってないに等しい状況。だって 例えば戦争終わった頃ね、はい、農業人口って日本3000万人いたんですよ<ー>人口9000万人ぐらいで3000万ですから3分の1は農民だったでこれ今ね農業人口200万人切ってますからねそんなに少なくないそうなんですよ<ー>だからいわゆる地方の保守基盤っていう幻想はもはや消滅していて、はい、完全に風に頼るですねその時々のもう都市政党になってきてると、はい、で実際自民党ってこれよく言われてんだけど まあ保守政党なな顔はしてるじゃないですか安倍さんが年末年始に読んだ本に百田直樹さんの本出したりとか、はい、なんとなくまあすごいこう高なイメージってちょっと顔見せてるんだけどあとまあ憲法改正草案とかに、ね、うん基本的人権よりも秩序が大事みたいなの書いてあったりとか、はい、でも実際に中見てみるとこのね 第二,あの第二次安倍政権でやってきた7年8年の間の政策って大半リベラル政策なんですよね。はい、女性、輝く女性だったりとかね、はい、働き方改革だとかも含めて、えーえーで。もちろん安全保障法制がね、えーはい いわゆる右翼的だっていう人もいるんだろうけど、あれは僕は、ね、もう完全に今の世界の情勢を鑑みれば、うんえー、こっちに舵を切らざるを得ないって、野党が政権取ろうがなんだろうが、同じ方向に行かざるを得なかったと思うんですよね。そういう意味でいうと、ね、僕ね、自民党って、もはやもうリベラル政党なんじゃないかとあ確かにあの、労働組合に代わって、企業側に賃上げを交渉しに行ったり、うんね、しました、毎年毎年。うん 昨日ね、あのテレビ朝日のアベマプライムに、はい、僕毎,毎週出てるんですけど、ええ、火曜日に石破茂さんが生で。 登場していただいて、でも憲法改正しあれ2012年の第2次安倍政権が始まる直前の野党時代に作った草案で結構過激で、要するに家族はすべての中心であるみたいなのが書いてあったりとか、ね自由とか権利みたいなものは制限が必要である程度、秩序が優先するんだみたいなの書いて、ちょっとかなり保守的な強さがあるんですよね。国防軍とといううこあれに対して石破さんど そうなんですかって聞いてみたらいや、あのー、あの草案はそのままで別に変わってないですって言うんだけど、はい、でも石破さんご自身の考え方は あの時と今と変わってませんかって聞いたらうん変わってますねみたいなこと<ー>ちょっとぼそっとおっしゃっていてそうなんで,す、ね、でほら近年稲田さんがね LGBT や選択的式夫婦別姓言及してたりとか、はい、あと石破さん自身もね選択的夫婦別姓 OK だとか言ってるわけなんですようそういう実はもう中身はねどんどんリベラルの政策を取り込んでるとこれ 自民党のその縫えみたいなところ本当に強くて、はい、それこそ55年体制の昭和の時代もね、はい、結局、ね、保守政党でありながら社会的分配みたいなものを、はい、その田中閣営式のね、はい、地方の公共事業で実現したみたいな、要するにもう何でも右も左も,左もやることを全部取り込んでしまうので、もはや後の出る幕がないっていうことをやり続けてきたわけでしょ。はい、それがね、今のこの、ね、21世紀になった自民党もやっぱ引き継がれていて、やっぱり、ね、中身は僕リベラルなんですよね。うそうすると、 この自民党の総裁をどう選ぶかって話なんだけど、さっき話したように結局今の自民党党員って、なんかいるのかいないのかよくわからない。 そうか、でもそうすると、うん、まあメディアは結構こう批判的なところは、ええー、党員投票をやらないから非民主的な決め方だっていうふうに言いますけど、100万人足らずの党員で決めるっていうこと自体がだって日本人口の100人に一人もいないんですよ。そういうことになりますね。そうなんですよね。しかもその今の自民党,党員で結局ね、その党執行部がはい。 議員集めろとかってね一、うん、人,人だとかやって一生懸命集めてるわけで、うん、そうすると下手すと結構肩代わり、ね、党員費をね<ー>えっと年間4,000人とあれを出したりとかしてるわけでそうすると実質なんか有名無実な感じもしなくもないと。えー、でもまあ自民党ってでもこうやってね、はい、党内のある意味派閥の。 争いで民主主義を実現してたってのは、うんはい、55年体制を振り返ったときによく言われてるわけなんですよね。ねはい、昔、派閥政治だめだけしからんとこれをだ走しろって言われてたんだけど結果的にあのもう野党じゃなくて、うん、自民党内のパワーバランスこそが民主主義の礎だったっていうね、はいうん、これがいいか悪いか別にしても、まあ、そういう現実があったわけですよ。はい 多分ね、その状況に今やまた戻りつつあるのかもしれないよねと<ー>自民党がねそうするとねこの中でじゃあ石破派とかね岸田派とか清、はいえー、和会とかあってでそれぞれがどういう形でねそのパワーバランスを取って、えー、多様な価値観とか多様な世界観のせめぎ合いでね、えー、日本の舵取りをしていくのかってことをもう一回根本から考えなきゃいけないってねこれを民主主義と呼ぶのかどうかってさえ、まあ、ちょっと僕にはよくわかんないんですけどね実のところは。 ね、確かに、まあ、そこでうまいこと、うん、今までであればその多様な民意というものをうま、ん、いこと吸い上げてきていた,たそこのぬげ的なところが、ね、自民党の強さでもあったわけですよね。はい、だからそこはね、ひょっとしたらそういう派閥的なものをもう一回引き継いで、うんえ、アップデートしてです、ね、21世紀的に、うん、なんか形を変えて作り直すというのがひょっとしたらいいのかもしれない。<ー>だって現状でじゃ立憲民主党や国民民主主党党党や国合流新党、はいえー、みたいなものが 果たして政権になる政党に育つかというと相当期待薄ですよね。ってことを考えるとなんか非民主主義的だとかね、はい、派閥政治だとか言われながらもやっぱりそこにある程度期待しつつそこで良い、ね、その民主主義社会というか良い日本の勝ち取りが生まれてくることを、はいまあ、期待するしかないのかなっていう感じはちょっとすするんですよね本当逆説的に言えば自民党終わらない限り政治が大きく変わるというのはなさそう,だと、ね、そうなんですよね。 続いて教えてニュースキーワードです。サムスン副会長を在宅起訴。 韓国の検察は昨日、サムスングループの事実上のトップであるサムスン電子のイ・ジェヨン副会長を株価操作などの罪で在宅起訴しました。イ・ジェヨン副社長は、副会長は2015年のグループ参加2社の合併に絡んで会社の株価を不正に操作したとの容疑が持たれておりまして、検察が6月に逮捕状を請求したものの不起訴となっておりました。 えー、2015年に、まあ、父親からの経験の継承を有利に進めようとグループ企業の合併にあたって自らが筆頭株主だった方の会社の株価を不正に高く操作するなどした疑惑が持たれていると。 ということであります、まあ、あのー、裁判所はあ逮捕状を請求されても拘束する必要性について説明が不足しているとして、今年6月に棄却をしていたんですが、うんえー、在宅基礎に踏み切ったとこれ日本あの、ね、サムスンの韓国における立ち位置って、ものすごい日本では想像もつかないと思うんですけど、うん、GDP の2割を。 2割, 2>, 2割ですよ2割をサム,、ね、サムスンが占めてるちなみにヒュンダイがね1割ぐらい占めてるんで<ー> 2>, 2つ合わせると3割ぐらいを、はい、財閥系企業2社が占めるって、ね、だからものすごい財閥サムスンとかの財閥に依拠した経済で、はい、だからほらよく韓国ってあの子も。 去年話題になったのは半地下の家族とかでもね大学卒業したけど就職先がないみたいなもう要するに財閥系の企業に入らないとうもう全く生きていけないみたいなねもう完全にあの、えー、落ちぶれてしまうみたいなそういう危機感が若者にあってみんなだからものすごい受験必死で頑張って財閥系企業を目指すっていうねそういう会社うあの経済なんですよ。えー、だからそののサムスンがねなんかこういういい状況になっってて揺らいでるっていうのは結構 こうやばいい大丈夫ななのかなっていうねうあとねサムソンに関して言うとねもう一個ね今すごいまずい状況があって日本でいうとサムソンって、まあ、スマホの会社そうです、ね、ギャラクシーシリーズっていうねでも実はね最も大きな規模のビジネスは半導体なんですよね日本はねかつて半導体のトップだったんけどもう完全に滑り落ちて<ー>まあ今半導体トップはインテルとサムスンが大体たい はい、しのぎを削ってるとで。特にメモリに関して言うと、うんえとね、サムスン世界の市場,市場の4割を握っているっていう、うね、ものすごい巨大な存在なんですね。うん、で、このサムスンはもちろん iPhone、Apple とか、いろんなところにその半導体、メモリを提供してるんだけど、はい、供給してるんだけど、えー、その一緒にファーウェイがあるんですよね。中国の。はい、で、これが、ね、今の、ね、米中戦争に絡んできていて。はい アメリカはとにかく中国経済を何と,とかねデカップリングしたいと切り離したいとそれでものすごい各国に圧力をかけて、はい、ファーウェイを何とかに追い込もうとしてるわけですよ、ね、なるほどまあ副社長はほら前カナダで拘束されたりとかねもしくはアメリカがもうファーウェイは一切採用しないと、はい、でヨーロッパではファーウェイは採用してたんだけどついに、えーえー、イギリスなんかも 5G、うん からファーウェイは排除しますい、はい、これは例の香港の問題が出てきてから急にー、えー、ヨーロッパの風向きが変わってきたっていう、ね、なんかフランスもなんていう話も出てき、ね、そうなんですねだからアメリカヨーロッパではファーウェイ排除の方にどんどん動きつつあると。でファーウェイ、ね、5G あるいはスマホも含めて結構 こうサムスンから半導体メモリのです、ね、供給を受けて整理している部分があるんでなるほどアメリカとしてはサムスンにそれを立たせたいっていうね、はい、うで実際台湾なんかの企業も、ね、今までファーウェイにいろんな部品供給してたのをやっぱアメリカの圧力でやめてるんですよね、えーえー、TSMC というとね。でで t で m c ですねだからそれに合わせてサムスンもそうさせようっていう動きの中でなるほどでもかといってサムスンとしては、ね、中国に対する部品供給をやめるとビジネス的にはかなり打撃大きいので そこはねかなり悩ましいところであると。で韓国政府としても、はい、もちろんアメリカの顔色をかがわなきゃいけないんだけど今までずっとそうだったよう、ね、に中国とアメリカの間でなんとかうまく立ち回りたいっていうねそうですよね経済は中国安全保障はアメリカと。で,、ねうん、で完全に中国敵ましちゃうと、はい、もう一時ほら韓国にね、ええあのー、観光客をよこさないみたいな。 話が起きてきたりとか、うん、あのサードというミサイル防衛システムを入れたときに、報復だって言ってそうなんですよ、あんなことされたら、また息の根止められてしまうので、中国、うん、の顔色をかがわなきゃいけないと、だから、この狭間に立ってね、韓国政府並びにサムスンは一体どうするのかっていう、ね。えーなるほど まあそんな中で、韓国政府側はどちらかというと、今のムン・ジェイン政権は財閥叩きっていうところで、このサムスンを追い詰めようとしていると。ね、だから、韓国政府、アメリカ、中国っていうね、うん、この三つどもえの中で、サムスンって微妙に舵取り、むちゃくちゃ厳しい状況に今。 え追い込まれているという、ね、しかも財閥って結構このトップの権限って絶大だって言いますよね,すよね <laughs> なのにここで在宅起訴されて身柄取られたりなんかした日にはうどうなんのかなってう、ね、そうですよねでそれって韓国経済にものすごく影響があるのに、ね、<え>そうですよだって2割ですよトヨタとか比べもならないぐらいの規模なんですん日本におけるねこね 日本に来たりしませんかね <laughs> 日本にサムスンが移転 <laughs> <え>いやすごい,すごいことないですになりますがねえでも本当、まあ、そんなことはないと思いますけど、うん、いやなんで政府僕らこんなに貢献してるのにいじめんだよってねねサムスンだとしたら思うかもしれませんよ、ね、もう完全にね経済がもはや安全保障の道具になってしまってるっていう状況を無実に示してるのが今回の,そのサムスンの問題だと本当に思いますね。はいうんえー、サムスン副会長 在宅基礎今日のキーワードでした。 さあ、メールやツイッター、ニュースについても様々いただいております。えー、こちらはですね、ポコタン、スポタコンさんですね、えー、世田谷区の方、メールをいただきました、えー。日本のマスコミは天気予報みたいですね、外れたことばかりを強調して当たっても知らん顔、えー。これほど外交をやった総理っていうのは過去にはいないと思います。対中、対韓対、台北、北朝鮮ですね、冷静だったんじゃないかと思います。だからこそ向こうが余計イラついたんじゃないかという指摘です。海外メディアの報道を見てると、 うん、あの外交・安全保障についてはやっぱ評価すごい高かったですよね安倍政権に関してはね。ね だ唯一なんかもはや西側諸国トランプとかのアメリカがいっぱい出てくる中で、はい、リベラルな、ね、勢力としては実は安倍さんが一番だみたいなねうそういう評価にもなってるわけでね <laughs> <laughs> あの高肌って国内で思われていた人たちが、うん、実はリベラル外交でもリベラル国際主義を貫いていたという皮肉ですよねうな <laughs> 続いて「ここだけニューススクープアップ」です。 この時間最後のニュースをスクープアップビデオ会議のズーム5月から7月の売上高が1年前の4.6倍に拡大ビデオ会議システムズームを運営するアメリカの IT 企業ズームビデオコミュニケーションズが 今年5月から7月までの売上高が前の年の同じ時期と比べおよそ4.6倍になったと発表しました。新型コロナの感染拡大に伴う在宅勤務などが業績を押し上げたということです。 えー、8月31日に発表されたということですすすごいですよね,すいですね倍ね、まあんこんだけオンラインミーティングとか在宅勤務が、ね、定着してきたってことだと思うんですけど、はい、ただ、まあ、4月ぐらいから、ね、オンラインっていうかそのリモートワークに移行する会社が増えて3か月、えー、4か月やってみるとね、はい、結構、最近よく耳にするのは、えー、やっぱ、ね、完全リモートワークだといろいろ問題が多い。 おー100は無理ななんじゃないか例えばね僕の知り合いのある会社で聞いた話では、はい、部下のメンタルがちょっとやばくなったりとかしてるケースもあってでもー Zoom で。 ね、上半身のちょっと粗い画像で見てるだけだとええ表情の変化とかね、うん、体のなんかこう仕草の変化とかも気づかないっていうねある日突然ちょっと鬱っぽくてみたいなこと相談されて「うん、えっ!」ってびっくりしたみたいな、ね、話を、ね、2人ぐらいから聞きましたね。うん、あでその1人はね,なんかね、えー、自宅に から通勤してる次の自宅から仕事で仕事してる女性の20代の社員なんだけど、はい、おじいちゃんおばあちゃんが同居しててでおじいちゃんおばあちゃんコロナにかかっちゃいけないっていうんでうん外出しないと、はい、で自分ももし外出して外でコロナのウイルス拾ってきて家に持って帰ってきちゃったらおじいちゃんおばあちゃんに移すかもしれないって怖くて自分も外出してないとあ<ー>で100%のリモートワークなんで3か月ぐらい、ねはい、ほとんど家にこもりきりで仕事してたらなるほど やっっっっっぱりちちょとと鬱っぽくなななゃたたみたいいねで。外出してないと、ね、そううなっちゃうんですよね。はい、でそこに何かほらケアとかちゃんとすればいいんだけどなかなかねオンライン会議だけだとそこしきれないし、ね、あとちょっとこう隣の席にいると、うんね、これちょっと教えてくれるってちょっと相談できるじゃないですかで、はい、いちいちね「じゃあすいませんこの子の聞きたいんでズームちょっとまず開いて」みたいなことでやっ、うん、そんな大げさなことをしたくないって、うん。<laughs> はいね、そんなこと言い出せないって人はいっぱいいるのでちょっとしたこう小さなこと聞けないとかね、えー、あとも新人のね新入社員の育成が難しいとか。うそうですね いろんんな問題があるですよねだからね多分ね100%ってのは多分そんなには多くなくて今後おそらく週1出荷とかね出社とかね週2とかねそのぐらいに定着していくんじゃないかなっていう感じはするんですよでね僕ねもう一個ね今回のねこのズームの話でちょっとずれるんですけど興味持ってるのはパソナの話ああ淡路島に本社機能移転して今まで都心にあったんですけどなんと1000人ぐらい 移動させるっていうなんか本社機能全部で1,800人ぐらいいますけど、うん、1,000人ぐらい移動させちゃうと。ねえいやなんか、ね、本社っていうか要するに陶器場淡路島にあるけど<え>みんなリモートワークするなよって話になこともそうじゃなくて本当にこれ1,000人引っ越すんですよね。引っ越させられる社員は大丈夫なのかなとちょっと。あー 確かに社員の人生設計を考える、ね、住宅費安そうで良さそうだけど子どもの教育どうするんだとかねいろいろ考えると大変は大変そうなんだけどでも一方でね地方の側から見ると、はい、1000人東京からやってくるそらくまあパソナの給料どのぐらいかもしれないですけど地方よりは相当、ね、平均給与高いはずでパソナぐらいの企業になるとそれが、ね、ドカンとやってくる,、はい、やってくると。 淡路島って一番中心の町は洲本って洲本市なんですけど、あそこに人口4万人ぐらいで、さっきちょっと調べてみたら、洲本市議会、議員定数23人、800票ぐらいで当選してるんですよ。ということは、1000人やってきたら、1人ぐらい議員出せるよねそうですね、そのぐらいになりますね。政治的なパワーにも十分なりうるかな確かに でみたいなこう大きな市だったら議員、ね、を出すぐらいですけど、うん、これがあの町とか村レベルになったら下手すと首長も、ね、そうですよね首長の議会の過半数も取れちゃうみたいな一回そ,それをねオウム真理教が田舎でやろうとして大問題なったことがあるんだけど <laughs> そうか住民票を移してねそうかだから住民票を移させないみたいな抵抗したりとかしてそれって あの憲法的にどうなのかとか議論になったりしたことあるんですけどね90年代にね。でもまあパソナーはオムシン教キとは全く関係ないのでんかそうやってひょっとしたら地方で、はい、政治的な力も含めて都会から何か何、うんね、らかのこうボリュームのあるゾーンが移,行移動していくっていうのはなんか今までない現象で。はい なんかずっとこう10年ぐらいね地方創生とかいろいろやってきたじゃないですか、はい、それのね新たな局面になる一つの、うんえー、思考というか試金石というか新しい試みとして結構面白いかなと、うん、あまあ生かされる人はねとんでもないと思ってるかもしんないけどい、ねはい、ひょっとしたらなんかすごいこう大きなムーブメントを生み出すかもしれない。うん 確かに感じはしますよ、ね、なんというか今までだったら企業誘致ってやっぱり経済の面重視で、うん、雇用を生むとかそっちだけだったけど、うん、ひょっとするとその政治とかも統治の部分も含めてこう全体でこうイノベーションのパッケージを作るみたいなところに行こうとする企業が出てきてもおかしだから今まではねほら工場を作りますとところがその工場がグローバルデーションの中でどんどん海外に移転出になって、はいえー、工場がなくなって雇用が消滅したと。 でもう1回なんか今の地方ってやっぱそこまで発想がないんでもう1回工場誘致できないかなとかねそのぐらいの感じしかないですうん、うん、あるいはも、ま、う、あ、やる農業ね収納してくれる移住人口増えないかなと収納もなかなかそんなにし,しないし人々はうん、うん、かといって今更工場戻ってくるってこともないのでな、うん、なんとなくこう無策な感じだったんですけどここにね、うん、パソナみたいな、ね、東京の企業が集団で移転してくるっていう、ね。しかも いわゆる第一次産業第二次産業ではなくて、はい、もう第三次のねガリガリのサービス業っていう企業をやってくるってこれはなんか、ね、今までの,その雇用を生むための誘致とかではなくて。 なんか別の効果を生み出すかもっていう,、ねうねうん。結局、その産業誘致がうまくいかないで、うん、あの、さあの農業の6次産業化みたいなものもなかなかこう進まないって中で、うん、手っ取り早く人を呼んで経済回すってことで観光と、みんなインバウンドってやったけど、うん、それがコロナでなくなってしまった。そうなんですよね。その次の小屋になるかもしれない。ひょっとしたら新しい方向性が生み出されるかもって。まあだから1000人も来るとね、例えば、 全く新しい町が生まれるわけですそれに伴って、まあ、よくね地方移住なんかで言われるんだけど東京から移住者が増えると、はい、まあ100人とか50人とかね、えー、そうすると貨幣ができるパン屋ができるんうん、うん、ゲストハウスができるあとクラフトビューリアができるとか、はい、いろいろやってるんですよ<ー>で。それがもうちょっと規模の大きい形で、はい、いわゆる都市型のサービス業とかね飲食みたいなのがそこに伴っておそらく。 淡路島にできてくるだろうしうでそこからなんかひょっとしたらイノベーションの種みたいなものが、ねはい、生まれて新ビジネスやる人も出てくるかもしれないしって期待はできんのかなとまあ若干ねパソナのこの生かされる仙人は瞳悟空な感じが個人的にはしないでもないまあ直接本人たちに聞いたわけじゃないんで何とも言えないみんな喜んでるのかもしれないですけど、はい あとは地元とこうどう,こうすり合わせていくかっていうの、ん、もありますねもうね田舎行くとね、うん、本当にね地方の伝統的共同体ある町内会とかね、はい、農協とかあの辺のおじさんたちと付き合うのはねなかなか疲れるんですよこれ3拠点生活してると、うん、まあ実際直面しますよね,すね入ったら入ったでもう仲間使いされてめんどくさいし、はい、ああもういろんなこう行事とかうどうして来ないんだになっかりなくせるかりんでやってないんだと怒られるわけですよね、うん かといって、ね、入らないと入らないでいつまでもよそ者でしかないからそこのね頃合いはすごい難しいんですよね地方ってねだこの1,000人がねどうやってでも地方移住なんかでも最近多いんだけど結局行った先で馴染めなくて、はいえー、移住者だけでコミュニティ作ってるケースも案外多いんですよ八ヶ岳の山麓なんか割にそういうところあるかなっていう,うなるほどだから1,000人ぐらいの規模がいると、はい、もはや地方とうまく噛み合わなくても まあ、成立しちゃうっちゃ,しちゃますよ、ね、うそっちでコミュニティ成立しちゃうし、それで議員とかに2人ぐらい出せれば、まあまあ政治勢力としても成立するので、意外にそういう方向性もひょっとしたらありなのかなっていう、ね。あ それがこう地方のこう共同体をどうするっていうのとね、うん、こう兼ね合うと難しいかもしれないですけど、まあでもそういう時代になってきてるってことですかててまあどんどん地方の伝統的共同体も今衰退してきてるので、まあこれも新しい試みとして注視したいなって感じはしますね。えー、今日のスクープアップ、ビデオ会議ズームの話から働き方改革、そしてまあ地方との関係というところまでお話しいただきました。 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの飯田浩二の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてください ポッドキャスト YouTube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね6時台の「教えて早起きドクター」では毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています女優の黒木瞳さんが毎週さまざまなゲストと対談する黒木瞳の朝ナビ7時台は女優の羽道子さんによるラジオエッセイ羽道子のいってらっしゃい」などニュース以外のコンテンツもご用意しています さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますさらにもう一つ飯田康二アナウンサーが夕刊富士で毎週火曜日に飯田康二のそこまで夕かを連載中ですこちらもぜひチェックしてください